稲村亜美です NCP グループ遺言の窓口プレゼンツ稲村亜美の相続相談フルスイングこの番組では私たちにとても身近な問題である遺産相続に関する素朴な疑問やお悩みを解決していきますまずはアドバイザーの方をご紹介します司法書士行政書士で相続遺言をメインとする専門家集団 NCP グループ代表の井上正之さん井上さんです よろしくお願いします。お願いします。マラソンの元トップランナーで、現在もマラソン界の発展に力を尽くされているマセコさん、ご両方がお好きなんですよね。ね、なんかお元気ですもんね。はい。触ってきますよね。そう、お年の割にはね。いやでも本当にセコさんって会うたびにお元気だないや本当にあのゴルフ回っててもずっと喋ってそうっていうね。なんか想像つきます。そうですよね。まあそんなゴルフの話だったり、さらにパリオリンピックまでの。 あと一月ですからね,ね早いよね<ー> <laughs> 早いあっという間ですね,、うん、いねはい、そんなパリオリンピックのお話も聞いていきたいと思いますそして番組の後半ではリスナーの皆さんからの相続に関する相談に井野さんがお答えしますこの後は瀬古敏彦さんが登場です稲村亜美の相続相談プルスイング それではゲストの方をご紹介します瀬古俊彦さんです今週もよろしくお願いします、はい、よろしくお願いしますさあ実はですね、うん、私たち三人の共通点がありまして、うん、ゴルフということなんですが、ね、瀬古さんのゴルフとの出会いは一体いつだったんですかゴルフはいあ、うちのね親父がね、はい、ゴルフ大好きであそうなんですねそうもうあの家にねあの ネット作っちゃっていつも親父が練習してるわけおお前もやれって言われてそこでやってるうちにあ、ゴルフって面白いなと思ってじゃあ結構早くからやられてた高校の時代からやってただからコースは出ないよ練習場で打ったりしてそうだったんですねだってもう野球やってたからこう振ったりするのはさ慣れてるじゃないなのでだからもう家が田舎だから

藁がいっぱいこう藁がいっぱいこうこう家家家になってこうそこにこうあ当てるっていうすごい大自然の打ちっぱなしをやってたんですねでちゃんとねそこでシェパード飼ってたわけシェパード可愛いはいそうシェパードが頭いいからなんだボール取ってきてくれますすごいいいかそうもう懐いたって俺にもうゴルフボール全部取ってきて すごいですね。じゃあこれ初めてコース出られた思い出とかってありますか大学のね1年生の時にワッサ入って夏休みに帰ってくるじゃないですか。ね。と親父にじゃあ桑名関カントリー行こうっつってで、桑名カントリー行ったの初めて。そんな練習していだよ。ドライバーはちょっと打てないと思ったんでアイアンで4番アイアンから。

多少はねでもさ初めて95でもあって今でも95だからねああまあまあなんか伸びもせずそう伸びもせず何だったんだろうと昔の95はってねいやでもすごいですねじゃあ本格的にゴルフにどっぷりみんそれは監督いわゆる現役辞めてから現役中ほとんどできなかったからちょっと趣味でも持たないとと思ったんで監督になってから少し影響よになりました月に1回ぐらいは。 はい,はいなんか得意なクラブとかベストスコア教えてもらってもいいですかあベストスコアは76だけどうまいそうパターが本当は好きだったんだけど、うん、パパターはいパターが得意だったねお<ー>、えー、パター得意なのはは意すごいです、ね、いいですね,ですねえー、ドライバーはまあなんか曲がったりもするじゃないですかはい タイヤとかさ行かなきゃいけないでしょそう練習場行かなきゃダメですよね練習場はあのなんだっけ神宮外苑のねそこで練習してたけど家でこうパター練習機買ってパターの練習なんかコツってありますパタコツコツなんかないねあーもう聞いたのが間違いだったパターってさセンスって言うじゃんあれ練習したからってなんかうまいわけでもないよねセンスなんまり入る時って入らない時っあるでしょ そうそう。確かに日によるもすしね。日によるコースにもよるし。はい。うん。パターだけはね、なんか練習したからっていいかどうかってのわかんない。ただ距離感だけやっぱちゃんとね。それはちゃんとえ練習してましたね。なんかゴルフの目標とか今あるんですか。あゴルフ？えっとねゴルフは今は週に一回か月に三四回だけど。はい。あこれからだんだんね時間がね。 できてくると、はい、もう週に三回やりたい。おお、結構な頻度で行きますね、週三は。週三やって、会員、会員、ちょっと会員になって今回のね、はい、えなんか週に三回ぐらいやって、それでまあ土曜日かなんかクラブ 選手権とかついにね出て優勝したいなとああいいですねじゃあ行くゆくはちょっと大会にも出られるという走れないんで今はいえじゃあゴルフ今好きにね一回も走らないからねうんえゴルフは好きに三四回やるじゃないですかそうでも運動は今ねはいそう散歩かゴルフはいそうなんですね自分だんだんやっぱりねえ体もねあの 衰えてくるじゃないですか、えー、なんかこうやんなきゃいけないでしょうと一番ストレスうまくして運動できるのはゴルフなんですよ走るとね、はい、ストレスたまんのよ <laughs> 本当に辛いだけだもん <laughs> そだ、まあそうですね、うん、もう昔の面影一つもないからね <laughs> 苦しい <laughs> 苦しいと思ってもう五キロも走る大変だもん、はい、こんなことよく昔やってたと思いますもん、まあはい いやゴルフは一回もないわけ苦しいとかいいですよね健康にもいいですもんねシャンクする時はやっぱ悔しいねなんでシャンクするんだとかって目の前にあるのに遠く行っちゃったみたいな突然やってきますからね突然やってくるね何かマラソンとゴルフに共通点ってありますかあるねでしょううかこれは自自分分とのの戦いて責任そ 人のせいにできない。マラソンとちょうどいい。マラソンも自分とのついそうですね。ゴルフも一緒。だからこれチームプレーよりやっぱりその個人プレーの方が合ってるね。うん。あ、いじゃあゴルフねいつか瀬コさんともマッたら。あ本当マーメイド本当ね。ぜひお願いします。そうよでも大好きだもんゴルフ。もうワミちゃんもだって八十代。いやいや八十代は出したことないです。あそうなの。もう最近はさあの塩田玲子ちゃんとやるんだよ。あ。 ささんんと、上上手手ですよねほいでさ俺もレギュラーから回るじゃん潮田さんも「あんた前でしょ」って「こっちで回してださってわれレギュラーで一緒に回るそしたらバーンと打ったらさ「飛んだ!」と思って俺が飛んだわけそしたらパーンと打ったらもう20ヤードぐらい先行くからねああ潮田玲子亜美ちゃんも入ってもらってああぜひぜひええ

生まれたらいいね。はい。あのいつかってなくてもう決めるんだあでね。はい。じゃあよろしくお願いします。さあそんな瀬コさんなんですが、はい。現在マラソンやロードレースにおいてとても重要な役職にあるんですよね。ああ、あの、まあ、まあ日本のマラソンのまあリーダーって言うんだけど、はい。え、あのいろんな仕組みをね、作ったり、はい。はい。オリンピック世界や世界選手権のまあ選考ののレースを、はい。まあいろいろ僕らが作ったりして、お。 今マラソン盛り上げてるの MGC って聞いたことあるマラソングランドチャンピオンシップっていうねそういうシステムはいわゆるマラソンのね事実上の一本化っていうねそういう選考会を作ったのそれがもうすごく選手や現場の監督たちに評判が良くてこの間増田明さんからね「佐古さん初めていいことした」って言われて褒められた初めてそれが MGC を作ったのね 説明してると長くなっちゃうからしないけどこれであの日本のマラソンのねすごいあの活性感になってそれでもう男女ともね日本記録がいっぱい出たっていう確かにそうですね数年前たたくさん出ましよねもう男子は四つと出てね女子もこの間そう出ましたね久しぶりのね2時間18分久しぶりとかあの。 日本女性が初めて2時間19分切ったという。な19年ぶりとかでしたっけ。前田そう19年ぶり。前田ほなさん。彼女はいいよ。今度オリンピック。言ってたよ。キウちゃんも言って。彼女はね、暑いの得意なの。今度パリオリンピック夏で暑いし。あのね今度のパリオリンピックのコースがね。あのえっと全部で メメーーっって400下って下る。結構アップダウンがすごいこうもうタイムじゃなくてね、はい、もう,こういわゆるもうスタミナ型の選手がこう、うんえー、勝つそういうレースがう,ーうわーいもう前田穂南選手すごいから、うん、ああじゃあで練習もう半端なくやるからう,う,うんこういう選手いいねええ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 え っていうね距離があるんだけどね。インターバルトレーニングあるんだけど、2000メーターを全力で走るね。それをかける20本やるの。20、21本か。すごい。42キロ走るの。はい。2000メートル。はい。それができるの。すごいですね。皆さんに2本3本やったら大変だよ。普通の人は。いやむしろ1本でも辛いなって思いますよ。それを21本やれるっていうそういう体力がある。ああじゃあすごいやっぱ練習から強いんですね。すごい。 そんな練習できる人いないもん高橋直子さんはできたけどはいこなみさんはじゃあ MGC には出てねあ出てるの出たけどその時はねちょっと調子悪くて7番でファイナルチャレンジっていうね記録出した人が今度選ばれるっていうそういうファイナルチャレンジに出てで今回日本記録出して代表に選ばれたそうういファイナルチャレンジっていうねこうういシステムん 僕らが作ったんだけどこれがもうすごくやっぱり記録を挑戦してくれるから記録が一気に出るようになったそうなんですねだから増田明愛さんに褒められたって初めていいことでした初めていいことしたっていうでもそれはほら現役やってた人が作ったからやっぱ気持ちがねちゃんと分かってすかね確かにそうですねもう前々からね一歩化しようっていう話はあったんだけどやっぱりこれ誰もできなかったいろいろ問題が大人の問題スポンサーの問題だとかテレビ局新聞社の問題でね それをやっぱり僕はやろうと思ってリーダーになってから、はいえー、で皆さんにいろいろ真摯に話をして今までと同じことをしてたら今までのと同じだから新しいことやらせてくれ、うん、MGC っていうシステムはこれ絶対間違いないです選考、うん、会と教科が一体になったシステムですからやらせてくださいってね、うん、もう頭を下げて下めて説明してし,しまくって皆さんから。 よし、じゃあ瀬古さんやってくださいって言ってこうできたの。無事にじゃあ賞を得て、はあそうだったんです。ね酒も飲んだよ一杯。説明しに。大変でしたね。四合瓶をね、八本飲んだから。うわあ結構。の本当にあのそその人とにあのね、理解得てもらわなきゃいけないっていう。はい。ああ。四合瓶八本とかことはさ、どんだけだってたよね。どんだけだろう。もうあの手話三十二だからあの。 え、一週間は三本だよ。すごいですね。で、ちゃんと褒められた。酒の強いやつに悪い奴はいない。すごい体育会系のタイでしたね。それぐらい命かけでこう説明したわけよ。酒が飲めたからじゃなくて命かけで説明したから分かってもらえたっていう。いやよかったですね。ね。人間はねやっぱやる気になったら。 何でもできるよ。そこだよ。触るんだよ。本当に心から言うから。酒飲みに行ったんじゃないんだよ。説明しに行った。熱いだけど酒も飲まないと話は進まないんで、ついでに酒飲んだらかなまあでもお酒強いから認められたというのもね。俺酒強いんだよ。すごいです。今まで選考レースって三つぐらいなんかありましたもんね。年間あ、そうですね。全部あの違う大会で、そう、今成績良かった人を選ぶんですけど。 大会も違うし、ね出てる相手も違うし、天候も違うしね、エレベうがなかった、なんかおかしいなっていうことがあったわけうそれをやっぱり誰にでも分かる、そう、選考会にしたのが MC そんなパリオリンピック、マラソンの日程は、ですね8月10日土曜日が男子、8月11日、日曜日が女子です。朝の時 スタートということで日本時間だと午後三時ですね。ちょうどいい。見れる時間だ。ちょうどいい。おやつの時間に見れます。はい。日曜土曜土日ですね。土日ね。はいはい。ちょうどお酒飲めながらちょっと皆さん応援していただいて。ちょうどブランチ終わった後ですね。はい。いいいい時間ですね。はい。ぜひ皆さんちょっと注目してみてください。さ、えっ日本人に向いてるコースってことなんですか。やっぱり。そうなんですかね。あのまずその八月は。 春はもう暑いということですね暑やっぱり早く走れないですから<ー>世界記録のペースはいけないじゃないですか、ねうん、それとやっぱりねあの上り下りがありますからスタミナ消耗するでしょ相当練習している人でないとなかなかスタミナ消耗して,てしまうのでうちょうど日本人にね あ、合ってるコースと思います。タフなコースなんですね。男子の注目選手ってどなたかいらっしゃいますか？それは私の後輩の大坂涼。大阪選手。まあ前回もね、あの東京オリンピックで入賞してますから、はい、なんとかね、はい、頑張ってほしいと思います。大阪選手も三十三歳なんですね。引退したんですもんね、一回ね。そうだね。一回引退したんだけど、いや僕もね、引退するのおかしいなと思ったんですよ。まだ力余ってんのに、なんで引退するのかなと思って。 だからまた戻ったよかったなと思った大迫選手に注目ということで大迫選手もお酒好きだからねそうなんですね意外やっぱなんか早稲田の伝統だねこれ早稲田はちょっとじゃあお酒が強い方が強いけど飲む時と飲まない時はちゃんとね大阪もちゃんとね飲む時は飲むし飲まない時は飲まないっていうじゃあオリンピック終わったらですかね よくあいつと飲むんだけどね「そこさん飲ませてください」とかもうねそろそろ近いからもう今はだうね日本記録出すといつもあのねあいつが「そこさん寿司をごってください」ってさあいついつも言ってくるのねおごってあげるのよかったなっつってねで前彼はさ日本記録出してさ 2億円もらってんだよ、ボーナスがさ、出たら昔は、東京オリンピックの強化のために2億円もらった、2回出したから、いつもさ、俺がおごってあげるんだけどさ、なんかさ、おごる時にさ、なんか変だなと思って、大阪の方が絶対俺より金持ってるなと思って。もららってるか だだっねねオリンピックもしお金がないわけよ先輩として思ってあげなきゃいけないからそうですねリーダーですから先輩ですからはいということでパリオリンピックでの日本選手の期待日本選手の活躍を期待して応援したいと思いますはい。それでは最後に相続について井野さんに聞いてみたいこと相続について井野さんに聞きたいこと何かありますかうちの息子長男がね まあ、あの3年前に亡くなったんだけど悪性リンパ腫っていうんで,<ー>でだけどその、ね、10年間こう息子も、まあ、闘病してたんだけどいつも息子はね「お父さん僕あのお父さんいつ死ぬかわからないんで、うんね、あの将来僕もねあの心配だと」うんうん、であのもう今からね相続、うん、誰にどういうの、うん、ものをね を上げるとか、うん、そういうのを整理した方がいいよって言われて。でもまあ本人はなくなっちゃったんだけど、うんうん、そう、こういう相続の準備っていうか。うん、いつ殺したらいいの、うん、僕今六十七歳なんだけど。うん、まあ七十超えて、やる人は多いですよね。うん、やっぱ七十超えて、六十、うん、代よりやっぱ七十代。うん、もっと八十代いったらもっとですけど。九十、うん、代になっちゃうとさすがにもう。ね。<laughs> 元気じゃない,場合がいう場合がだから頭が元気なうちに準備するっていうのが鉄則ですよね。で、うん、あとは、まあ、こういうふうにしたいっていう瀬古さんの思いがね、うん、あるんだったらそれは書面に書いといた方がいいですよね。うんうん いつ頃やったらいいかなといつも思ってるね。あ、でもまあ区切りって意味では七十歳っていうのはいい歳かで、自分のまあ持ってる財産を整理するって意味でもね。だからあ、こう速攻だなこういうとこやったなとかね。そうそうで家もね。ええ、も持ち家持ってるんだけど、これあの紙さんと共有してるんで持ち分あるじゃないですか。はいはいはい。例えば僕の持ち分をどうすればいいんですか。その家内も今持ち分持ってるじゃないですか。うん。 だからそれぞれ別の財産になっちゃうから持ち分ごとっていうこと土地もそうですか土地も半々ってことそうですよねあそうねそしたらそれぞれで考えてやるっていうことですけど息子さんがお亡くなりになっちゃって他お子さんってあと人あそうですかその3名はみんな仲っていうかまあそんな揉めるような要素もそんなないまあ普通はないと思うけどねでも財産になるとねだけど俺 6割なんだけど、かなり4割でしょ、うんはい、でも6割、売るわけいかないじゃないですか、そう、それだけ売るっていうのはできないで,、ね、できないよね。それだけっていうのはね、うん、だから、いいいのいや、でも一応、資産だからね、うんあの、財産評価にはなっちゃう、相続税の一応対象にはなるからね、うん、そのだから、どうするかっていうのは、うん、今後、そこの家を誰が住むかっていうのは一応、重要が、うん まあ、もし両方いなくなった後に誰かもう住むのかなっていうのが、うん、もしいるんであればその人に集中させるってまあ,あの瀬古さんと奥さんの持ち分ん最終的にそこの人に集中させるっていうことすれば、ね、トラブルにはなりにくく、ね、なるけどまだ決まってないんだったら別にやる必要ないけど、ね、そうでも次男坊ん男坊が怒るんじゃない俺,も俺が住みたいとか言うんじゃないの だからその代わり最後ねいろいろ奥さんの面倒見てもらうとかねそういう条件のもとにということで決めとけばいいと思うんだけどただ今まあ文章で書くよりもまず子どもたちの意見も聞いてみてだからここの家を住むつもりあんのかっていうのと最後僕らがボケた時ねいろいろちょっと面倒見るのはその三人のうち誰が見てくれるんだとかねその辺も含めて考えた方がいいと思うね。 だからいろいろやってくれる子にはやっぱり多めに相続させてあげるっていうのがそれが一番あもね現金も多少あるからそう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 いうので調整しながらということねギリギリ大丈夫だということではい残念ながらこちらでお時間となってしまいましたもう終わりですあらなんか寂しいなおい残念ながらもう本当に2週にわたって濃いお話たくさんありがとうございましたどうもまた呼んでくださいねぜひいてくだささ以上瀬彦んでした 山村亜美の相続相談フルスイング後半では司法書士行政書士で相続遺言をメインとする専門家集団 NCP グループ代表の井上雅之さん井上さんがリスナーの皆さんからの遺産相続に関する素朴な疑問やお悩みにお答えしますまずはメールをご紹介します千葉県ポンタさん男性の方からです いつも大変勉強になっております。高齢の父親に遺言書を書いてもらおうと考えていますが、こういう文言だと認められないというのはありますでしょうか。NG ワードみたいのがあればぜひ教えてください。ということで遺言書の NG ワードについての相談です。これ私も気になるんですけど、うん、NG ワードってあるんですか。うん、まあ NG ワードっていうかあの何だろうその無効になっちゃうっていうか意味がわからないっていうのは。はい あるよね<ー>だから結局僕が経験した中では、はい、あのだから後のことはお前に任せるとかね、うん、後のことは長男に任せるだ意味が分かんないです、はい、まあなんとなくは分かるけど、えー、長男にあの、まあ、相続してほしいんだろうなっていう気持ちは分かるんだけども、うん、任せるっつったってさもう何を任せるの、はい、ほら葬儀の段取りとかを任せるのか、えー、後の処理を任せるのかっていろいろあるからね。うん、だから 任せるとか、あのー、託すとかさ「うん、よろしくお願いします」とか言うのもあったよね。あとのこと「皆さんよろしくお願いします」って言,っ、えー、言われた方も困っちゃう、ね、から <laughs> 私何をよろしくすればいいのかってなりますね。もっと言うとねあげるとか言うのも困っちゃう、ね、あげるっていうかまああ,あげるもよくないですね,、まあそうねまあ、あげるるはは一応有効にはなると思うんですけど、はい いいろろちょっとくもうこれは遺言書ならではの言葉だと思って「うん、相続させる」っていうふうに書いてくれれば、はい、まあ大体大丈夫で第三者にあげる場合は遺贈するね、はい、あの遺言の由に、うんあの「送る」で「遺贈」って書くんですけど遺贈、はい、するって書いてくれるこれ第三者ね相続人じゃない人に、えー、あの財産を与えたい場合は「遺贈する」っていうふうに書く 相相続続人には相続させると書く<ー>まあその2つを覚えてておいていただければ間違いないいなっていうことよね、はい、だから他のこと書かれちゃうとね結構困っちゃうその後、うん、のこと頼んだぞとかね、はい、そういうのは困るあ<ー>っていうことね。じゃ長男が全部決めていいとかもダメなんですか、うん、ね。あのね、ーまあ、厳密に言うと一応まあそれも可能っちゃ金だけど、うん、まあやめといた方がいいよね。うん、だから長男に一応相続させるっていうふうに、えー、書いといた方がいいと思うしね。はい まあ長男が決めるっていうのも一応あるっちゃあるねそういうう,うんああとはあんたが決めてくれっていうの一応あるっちゃあるんだけど、はい、そういう場合は遺言執行者も長男にしないとダメですねなるほど、うん、これせっかく遺言書いたのに無効になるケースっていうのは結構あるんですか、うん、あ,ありますああ,、ね、あるんですね、うん、結構何書いてるかわかんないっていうの結構あるのねはい そもそも文字が汚いっていうのはあるよね。そそもも文字が汚いうか気をついやいやそのレベルじゃなくてもう達筆すぎて呼べねっていうね。筆記体かなって体。まああとは本当に汚い象形文字かなっていうんかそういうのもあるよね。じゃあほ丁寧に書くっていうのも大事ですね。少なくとも読み手が分かるこういうこと言ってんだろうなっていうのが分かるぐらいじゃないと困っちゃうっていうことだよね。 あの財産のことがもうすごいぼやっとしちゃってね、はい、あのなんか書いてるんだけど全然読めないとかねうあのそういう場合は困っちゃうのとあとはねあのよくあるのはね費用の取り決めとかをあの書いてない場合があるのよ。はい、で結構遺族間ってそれ揉める、ね、のよ。これはだから長男にこれは次男にって書いてるけどこれはこういうふうに処理してだから例えば不動産売ってね売って売ったお金で分けなさいって。はい いいうふうふに書ててたとしてもその費用があるわけよ、うん、だって売るためにはいろいろやんなきゃいけないからね、はい、家壊したり測量したりだ。その費用を結局誰が持つんだとかね、はい、あの葬儀の費用とかは、まあ、葬儀はいいとしても、うん、他にもいろいろ費用あるのよ、うんうん、だからそういうの誰が持つんだっていうところをちゃんと書いといてくれないとプラスの財産だけ書かれちゃうとね結構ここの費用の問題で結構揉めるのよ遺族。へ、えー、そうなんですね。でそ書いいいいてななとみんないいように解釈するから、はい あの揉めますわね、うんうん、だからその辺も含めて、えー、作ってほしいっていうところがあるのでなる、はいまあ、べく専門家に聞いてほしいよね書くときはね。えー、専門家に聞いて、はい えー、そう、専門家見たらだいたいこ、これこういうの書いた方がいいんじゃないですかとか、だいたい出てくるんで、はい、まあそういったところもアドバイスできると思うんでね、はい、あのぜひ NCP に聞いてくださ、はい。いね、ぜひよろしくお願いします。<laughs> はい、さあ、今週はですね、遺言書の NG ワードについて井野さんにお答えいただきました。メールありがとうございました。稲村亜美の相続相談フルスイング。 今週も終わりの時間になりました。2週にわたり前半ではマラソンの元トップランナーで現在もマラソン界の発展に力は尽くされているセコトシコさんをお迎えしましたが、伊野さんいかがでしたか。いや本当にお元気でね、はい。楽しい時間でしたね。うん、<の>パワーをもらいましたね。うん、あのやっぱり皆さんにあの求められてる今もね、はい、これ重要な役職いるろよね。時代、うん、や,やってますからやっぱり人を引き寄せる力が、はい、あ終わりになる。 ね、はい楽しいお話でしたね。ということで瀬古利彦さん本当にありがとうございましたさて番組ではリスナーの皆さんからの遺産相続や遺言に関する疑問質問を募集しています宛先はおはがきの場合郵便番号 107-8066TBS ラジオ稲村亜美の相続相談フルスイングの係までメールの方はすべて小文字で「相続 そして今日の放送ですが放送後に TBS ラジオの公式 YouTube チャンネルにアップされます前編いつでもアーカイブとして聞けますのでぜひそちらでもお楽しみください詳しいことはこの番組のホームページをご覧くださいということで皆さん、はい、来週もよろしくお願いします、はいはい アドバイザーの司法書士行政書士で NCP グループ代表の井上正幸さんでした NCP グループ遺言の窓口プレゼンツ稲村亜美の相続相談フルスイングお相手は稲村亜美でした